皆さんこんにちは。今日は女性の立ち方、それからシェイプについて説明していきたいと思います。まずは足を開きます。結構大きめに開いていいでしょう。その状態で、まあ、よく股関節のストレッチとかするぐらいの幅と思ってもらっていいです。そこで膝を緩めて左足に乗るようにします。そうすると右のヒップが勝手に上がるんですけれど、足、ヒップ、その延長上に背骨が伸びていく、こう伸びていく感じですね。もう一回ここまで。足を開いて膝を緩める。そこから左足に乗ったらヒップが上がってまっすぐのラインを作りました。両腕を開きます。で、ここから面白いところです。左のサイドを上げます。これでフレームが水平ですね。右の肩もちょっと降りていきます。はい、では今度は横から。まずは両足を開いて膝を緩める。そこから左に乗って斜めのラインを作ります。そして両腕を広げて右の肩、左の肩を水平になるまで左サイドを上げます。注意するポイントとしては、斜めのラインを作りました、両腕開きました、そして左サイドを上げるときに右を引いてしまう方が多いので、これは NG です。両腕が必ず前にあるようにしましょう。では今度は後ろから。両足を開いております。膝を緩めてあげます。そして左の足の上によいしょと乗ります。で、右のヒップがちゃんと高いのを確認したら、つま先から頭までまっすぐのラインを作ります。はい、では両手を広げましょう。そして左のサイドを引き上げていきます。後ろから見ていただくと分かりやすいのですけれども、左の足の上に右の肩が乗っているぐらいです。そしてそこからショルダーを調整します。ありがちなのは、左の方にシェイプを取ろうとするあまり、このように右に寄ってしまったり落ちてしまったり、ショルダーが上がってしまったりということになりますけれども、基本的には左足の上にこの右の肩、これが乗っかっている状態でショルダーを水平にすると間違いが起こりにくいです。フレームを作った時の目線の持っていき方なんですけれども、左の腕に腕時計をはめているつもりになって、そこの延長上にまっすぐ遠くに視線を持っていくようにしましょう。この左手が開いてしまうと、それだけ体の軸が右にずれやすくなってしまいます。ずっと左側に手首から力を男性の方にかけておくつもりで、手首を自分の顔の前に持ってくるようにしています。左の手首の延長上、 NG はこう、自分の顔の前に置いておくとこう。今日は女性のシェイプについてお話ししてみました。シェイプが向上すると踊りのクオリティがだいぶ上がるはずです。ぜひぜひチャレンジしてみてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。